ん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はね、ほんと最悪なんですけど、私前もね動画を上げたと思うんですけど、前にね、怪我した動画を2本ぐらい上げたと思うんですけど、その後さらにね怪我をしてまして、もうしょっちゅう転ぶわけですよ、私。はい、こっちが転ぶんですね。はい、ですね。でこの前もう本当もう2度ぐらい怪我をしてまして、パパとママからすごい言われるんですね。しーちゃんまた転んだのとか、走り方やばくねとか。そんなこと言ってね、それなんか持って言ってるでしょ。持って、そんな走り方やばくねなんて言わないよね。言われた走り方、しーちゃん、やばくない言われたの。そんなこと言ったっけ。でも本当にね、マジで言われて。そうだっけ。それでですね、なんかパパに靴を見られまして、そうですね、ママがね、走り方やばくねとか言うから、走り方が悪いのかなとママは思って言ったんだ。そしたらパパが靴を見始め、私の靴をね見始めて、しーちゃん靴のせいだってなったんですね。そう、なんか靴がね、ぺったんこ、何擦れて、削れてて、そう、ツルツルになってる。ツルツルで、なんか、滑り止めが一切ないみたいな。でこぼこしたのがいいよってなったんですよ。あんまりそういうの気にして靴を買ったことがなくて、でも一応ナイキだったんだけどね。見た目重視だった、私は。見た目重視だった。確かにね。黒が良かったの。汚れるのがマジで嫌で、全部黒だったの。黒で、スタイリッシュでかっこいいやつ。がいつも定番だったんですけど、で、ね、靴のせいだと言われて、今回はね靴を買ってまいりました。はーい、これでもう転ばないであろうと思って。そうですよ、はい、もう本当だってね、もうここ最近立て続けに血まみれの絆創膏で帰ってくるんですよ。で、また、ママ怒んないでねっていうの、まず。違う。なんだっけ、動画撮らないでねそうだ。動画撮らないでねとか。ママ動画撮らないでね、見てこれとか言って。でも4回目ぐらいの時はさ、怒んないでねって言ったよね。で、5回目の時に動画撮んないでねって言ったよね。で、なんか、必ず一言を言ってから、あのね、転んだとか言って、なんか気まずそうに転んだとか言うんですよ。転ぶと怒るんだもん。でさ、なんかどんだけ転んだのかなって思うと、やっぱり膝で、両膝なんですよ、いつも。で、血まみれなの、なんか絆創膏が、うわ、違うみたいな。もう、本当にね、でもね、ここまで怪我をすると、もう慣れたもんで、すごいよね、絆創膏が血まみれなぐらい怪我してるのに、もうお風呂入ったらすぐシャーって、ちゃんと洗えて。そう、お風呂入って。そうそうそう。絆創膏取ってお風呂入って。そう。で、シャワーでバーってやって、ゴシゴシするんですよ。そう、なんかね、前皮膚科の先生も火傷した時に言ってたんだけど、まあ、擦り傷も一緒なんだけど、そういうぐじゅぐじゅした傷は、なんかね、はい、洗い流すのがね、一番いいらしいんですよ。ね、菌を落とす。火傷したのもここだよ。そうそうそう。もう、ほんとね、怪我ばっかなんだけどね。だから、まあ痛い、もう痛くてしょうがないときはしょうがないけど、ある程度ちょっと痛みがね、収まってきたら、ほんと水洗いもお湯洗いっていうの。ほんと先生がいいね、もうこすって洗ってくださいの勢いだったよね。そうなんですよ。そう、それくらいやった方が早く治るってことで、で、翔ちゃんもう慣れたもんでね、すぐ行ったらもう結構、もう今はかさぶたになってね、早いよね、やっぱ治りもね、ちょっと膝汚くてすいませんけど。もう本当にしょっちゅう怪我をしてるんで、ね。はい。すいません。だからもう私の部屋に、救急箱みたいな、イングの袋にですね、あ、そう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 。そうなんです。奥に置いてるんですよ。そうなんです。いつ怪我をしてもいいようにね。そうなんです。はい。それぐらい本当怪我をするんで。はい。なのでね、今回ね、靴を買ってきてまいりました。そうなんです。パパがね、これは靴のせいだって言うから、じゃあ、ちょっと何滑り止めの効いた靴を買おうと。本当にね、その鬼ごっこ、してる時、走ってる時に転ぶんでしょ。そうなんですよ、ね。毎回そうなんですよね。だから、どんな走り方みたいな。本当、でもこれでまた怪我してきたら靴じゃないってことだよね。今度でもそれで怪我してきたら、怪我をしてきたら、私はね、こう思います。何？走り方。やっぱ走り方か。だから、走り方ダメだったらもうどうしようもないじゃん。そうだね。12年間
この走り方をしてきたんだ。そうだね、確かに。はい、フォームもちゃんとね、走れてると思うんだよ。はい、友達に聞いたの、うん、なんか独特って言われて。ああ、やっぱ独特なんだ。じゃあそれも一理あるかもしれないね。けど、うん、私鬼ごっこで鬼界避けるためにカーブして転ぶんですよ。すごい滑り止めなんですね。はい、まあいいや、もうこの話したら長くなるので、あとね、今ちょっともう夜なんです。9時半回ってるぐらいで、はい、今りみちゃんがお風呂入ってね、はい、ちょっとドライヤーをしてるのでちょっとうるさいかもしれないんですけど、すみません、もうこの時間しか撮影できなくて。はい、じゃあね、じゃあ今日ね、そうだから、そのために今日ね、靴を買いに行ってきました。はい、はい、ということで、どんな靴を買ったかだけちょっと紹介して終わろうかなと思います。なんかパパがね、すごいおすすめしてくれた靴なんですよ。これ何のメーカーなんだろうね。ね、なんかすごいね、靴をすごい詳しい人がすごい今一押しのね、靴らしいよね、って言ってて、そう、動く、歩きやすいとか走りやすいとか、で、そうそうそう、で、しーちゃんいろんな靴今日何足か履いてみたんですけど、これが一番やっぱ履き心地がいいっていうので、やっぱいいのかなということで。これが一番歩きやすいんですよ。そっか、でもまあこれが一番高かったんですけどね。もっと高いなって。あ、本当？まあまあまあ、はい、じゃあちょっとどんな靴を買ったかね、見せていただきましょう。はい、はい、ということで、おじゃがたっぽいね。うん、おお、すごい、なんか中もおしゃれじゃない？おしゃれ、おしゃれね。私が買った靴はね、はい、こんな感じになっております。おー、じゃじゃーん、かっこいいじゃん、かっこいい。 何がすごいってやっぱそこだよね。そこなんですよ。この底を見せてください。じゃあ、この底、この底、私ね、転ばないように、そこでデコボコして滑り止めを強化しようと思いまして、はい、見てください、このすごいよね、これ。ちょっと携帯撮影なんですいません、ちょっとブレてるかもしれないんですけど、こんな感じで、なんかチョコレートみたいな。そう、パパが板チョコって言ってね。本当ね、穴が開いてるし、本当になんかね、歩きやすくて、走りやすくて、ね、でね、ここもね、この、曲がってるんですよ、ここは。これがさらに歩きやすさあった。なるほど。走りやすさ。トラシって、こう歩く走るじゃないですか。はいはい。ここからね、こう走るの。だから、ここも、こうなってた方が、確かに。なんか、まっすぐな靴履いたら、なんか違うって言ってたもんね。こうなるんですね。だから、本当に走りやすいというか、歩きやすいというかね。まっすぐな靴履いちゃうと、なんか、こうなるんですよ。なるほどね。こうなるんで走りにくいんですよ。なるほど。じゃあこの靴はもう本当良かったってことですね。本当にこの靴良くて、明日から履いていきたいと思います。あ、もう明日から履くんですね。じゃあ明日はもう絶対ね、怪我しないですね、明日からね。いや、そう言われると嬉しいな。怪我したらどうしよう。本当だよ、靴のせいじゃないってことだもんね。まあとりあえずね、この滑り止めバッチシな靴に変えたので、はい、今後はね、怪我しないんじゃないかなって今、パパとママは期待しつつ。私も期待してます。でもだって、もう自分の足がかわいそうだもん。本当だよ、もうなんか黒ずんできてんじゃないっていう感じだよね、よね、気持ち。ね、ほんと黒ずんでる、マジで。そう、だからあんまりね、女の子の膝をね、映すのもあれなので今映さないですけども、さっきちょっと映したけどね。でも本当ね、本当やばいですよ、本当。やばいです。もうずーっと同じところを何度も何度も。だから、治りかけて、かさぶただったところに、また新しい。そう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 。もう治りません、また。そう、4回目か5回目ぐらいに怪我したのが治らないうちにまた次怪我したみたいな、ね。あ、でも、2回目、3回目も、絆創膏の、上だ。絆創膏で、2日目ぐらいにね、怪我するじゃん。で、二日目、その後二日目の、まだ絆創膏してる時に、転んで、絆創膏をえぐれて、うわぁ。さらに皮膚までこういったら。うわぁ、やだやだやだ。やばいよ、もう。私の、なんか、でも最近ね、最近転び上手って言おうとしたけど。まあね。まあとりあえず、まあ多少転んでも、大怪我をね、しないようにね。できたらいいよね。そう、膝とかね、血まみれになるぐらいずーってなんか膝をさするってのが怖いね。いいよ、いいフォームでしょ。いいフォームっていうのかな、もし心配なら本当
レギンスみたいな分厚いの履いていくしかないよね、膝が隠れるように。でもそれでさ、レギンスがさ、切れたらダサいよ。はい、じゃあね。はい、ということで、明日からこの靴を履いて、はい、怪我をしないように頑張りたいと思います。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、じゃあもうね、怪我をして嫌な気持ちにならないように頑張りましょう。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。